匠君事件のことで。全部見ていたのに未だに黙ってる。立派な共犯者ですよ。あの日弟さんに何が起きたのか知るべきじゃないでしょうか。あの母と娘の間じゃ他に男が3人消えてるんですよ。年配の同居人もいるみたいだし。俺はいつでもお前ら親子の尻拭い役だな。覚えてるんだろ君は。本当のことって本当？